自民党と立憲民主党は参議院で審議中の来年度予算案について明日の本会議で採決することを大筋で合意しました。自民党の石井参院国対委員長と立憲民主党の斉藤参院国対委員長は今日国会内で会談しました。この中で来年度予算案について明日午前の予算委員会で締めくくりの質疑を行った上で採決することを大筋で合意しました。来年度予算案はその後午後の本会議に緊急上程され与党などの賛成多数で可決・成立する見通しです。来年度予算案の一般会計の総額は過去最大の112兆円余りで能登半島地震の復興予算などが盛り込まれています。